せ私は足りないさ、いろいろと。胸より足りないのは頭ね。優しい。私もそんなにないけどな。でもどのくらいが平均なのか知らないけど、ナズナさんはある方だと思うわ。メガネが光ってるぞ。光りません。ほら、やっぱあんたも羨ましいんじゃん。そんなこと言ってないでしょ。見たいのか。気にするな。さて、誰だろうな、その幸せ者は。しかし、お前もよく聞いているな。わからんでもな。おかしいか？俺は興味があるぞ。お互い健全だな。好奇心旺盛な年頃ということで。
んにこれ以上ゆとりが必要か。私は棒グラか。さっさと席につけよ。時々寝言言うの。面白いよ。エルさんも。はいはい。時々だから。平気だよ。
よしよし、大丈夫よ、みのり。おしゃべりしてたの。そうしたらね、みのり昨日はあまり寝てないって言うから。うん、あ、そういえば今日はいいお天気だったからご飯も外で食べたんだよ。すごく疲れてたみたい。大丈夫です。私とお兄ちゃんはもっといいコンビなの。だって兄弟なんだもの。安心？はーい。ほら、みのりん、お兄ちゃん行っちゃうよ。バイバイは。
ね、お兄ちゃん。危なかったな、枝。
おかえりなさい。驚いた？あ、ひどい。お兄ちゃん、おはよう。ちゃんと起きたんだ。頭ボサボサだよ。すっごい寝癖。